Ready to go live. You are live. You are live. もう始まってます。もう撮り始めていいんですか？もうこれとりあえず放送は始まってます。放送はですね。一人ぐらい来たらやります？一人ぐらい来たら、そうですね、収録しましょうか。せっかく公開ですから、一人ぐらいは。ですよね。ちょっと前に、10分前ぐらいに、Facebook で公開をしただけなので、これ何人来るかはちょっとね。そうですね。皆さんいろいろ忙しいと思いますけど、でもほら、毎晩絶賛、好評、配信中の、配信中ですね。大村慎吾さんの慎吾チャンネルで、私、オフレオークもね、明日の3時からやりますよって書かせていただきましたから。はいはい。たくさんの宣伝効果があると思いますよ。あ、来た、ジャムスペーシーさん。ジャムスペーシーさん、元スクールメイツなんですね。そうなんですよ。すごくないですか？いや、それで、昨日ね、オンラインの、魅力をやってて、あ、そうですか。で、ジャムスペーシーさんがちょうど、いて、誰ですか？ジャムスペーシーさんがいて、それで、やっぱすごいよね、それってっていう話にすごいなりました。そこで、あれですか、初めて映像だった感じですか？オンライン魅力で初めてですね。確か。ジャムスペーシーさんの言ったら、こう、お顔を生が。初めて見たんですか？そうです、そうです。あら！元スクールメイツですから、あのスクール水着着ているんですか？で、いつも出てきはりますよ。そうですよね、ピンクの。はい、ピンクのやつ。ボンボン、ボンボン持って。言っていいかどうかわかんないですけど、前ほら、なんか昔の深夜番組みたいなやつのアシスタントもやられてたって言ってましたよね、ジャムスペーシーさん。はいはいはい。あとね、吉川コーチと一緒に歌のレッスンしてたとか、あとは誰？それこそ、誰って言ったかな？もうすごい有名な、ね、聖子ちゃんとかかなの後ろで踊ってたとか、紅白、言ってましたね、紅白も出た、言った。スクールメイツで。うん。スクールメイツでっていうことなんだ。だ後ろで踊ってた、紅白で。いや、それはだって、なかなかいませんよ。紅白の舞台に立てる人。なかなかいないですよ。あら、中島さん、こんにちは。二人揃っては久しぶりです ね。いや、そうですか。びっくりですよね。何者なんですか、結局今の。今はジャムスペーシーさんはな。今は、はい、ね、それから以降はね、今度は舞台の方に出るんじゃなくって、プロデュースとかね、その、いわゆる事務所的な。いや、そしたらもう大村慎吾さんをなんとかこの、やっていただけると。だけど、今もそこからは今も離れてるんやって。離れてるんですよ。でも、言ったら、その、ノウハウがあるじゃないですか。はいはいはい。知らない方にプロデュースしていただくよりもいいじゃないですか。ねえ。スクールメイツ大村慎吾として。どっちかっていうと、今、宇宙が好きなジャムスペーシーなので、あれ、スペースメイツか。スターメイツとか。で、銀色のつなぎ着て、なんかそんな。ここビヨーンってなんかこう。アンドロメダ星人みたいな。触覚出てるやつで、もうベタに我々はでいいんじゃないですか。そう、そっちだよ。スペースメイツです。我々はスペースメイツですみたいなのがいいみたい。でも真剣に何人か揃ってやったら、他のチャンネルとかとはだいぶ差がつけられますから。そうですね。まあ嫌われるか気に入られるかどっちかですね。まあ、僕らはちょっと脇に追って、女の人メインの方がいいんじゃないですか。そうですね。だから志村さんのコントでずっと女の子は俺をたぶん来てるのに、一人だけ変なおじさんが来てる。端っこにいるみたいな感じで、その位置に大村慎吾さんがいれば、毎度毎度。毎度毎度。で、そっちから向こうに映さもって。いや、よ、いや、こんな、白鳥のやつとか。完全に志村さんですよね。あの角度にめっちゃこだわってね、志村さん。あ、そうなんですね。そう。で、ちょうどこう、バッと開いた時に白鳥の頭がビューンって、いい勢いで出るように、何度も作り直してっていう、ね、プロですね。いや、そうなの。いや、でも嬉しいですね、こうね、来ていただいてますから。今4人ほど見ていただいてますね。本当に、ね、ごめんなさいね、勝手にジャムスペーシャルの話で盛り上がって。あ、そうですか、初めてお会いして。よかった、よかった。もう今週末からね、我々。そうです。栃木に。いや、めちゃくちゃ楽しみにしてますけど。栃木県には行かれたことはあります。はい、知ってます。何してるんですか、一人で何をしてるんですか。一緒に行ったこともあったから。いやいや、栃木はもう何度も ね、小山遊園地の小山ですよね。小山はつい何日か前にも行きましたから。うん、
もうめちゃくちゃお世話になっておりますけど。いや、それより北には行ったことあるんですか？小山より北。で、昨日お話してた、日光とか。日光行った。日光はだって、小学校？遠足？中学校、いや、修学旅行日光じゃないですか？修学旅行が日光。で、日帰りで行かないですよね、日光。日帰りじゃないんですか？日帰り日光行けますか？いや、行けますよ。でも、その、見ざる、言わざる、聞かざる、はい、あと、泣き流でしょ？泣き流、はい。それから、東照宮。東照宮。それが東照宮ね。今の東照宮の中にある話ですか？あと、華厳の滝。華厳の滝、そうです。いろは坂ね。はい。その辺は、小学校だ、やっぱり。小学校4年生とかで、みんなでバスで行ってますよ。で、ショップってバスで行って、はい、で、バスで帰るんじゃないか。あ、日帰りかな。日帰りじゃないのかな。で、いろは坂がすごいやっぱね、山だし、くねくねだから、あの、酔う人は前に乗ってくださいって言って、はい、で、俺は全然酔わない人なんですよ。だけど、必ず酔う女の子、鈴木まきちゃんっていう女の子がいて、はい、で、鈴木まきちゃんが絶対酔う。うつくんは絶対酔わないから、じゃあ、まきちゃんをうつくんの横に座らそうって言って。どういう意味それ？いや、だからうつくんが喋ってくれるから、はいはい。まきちゃんが大丈夫なんじゃないかという。やっぱり喋りやっていいよ。そうですね。そう言われたらそうですね。うん、で、生きいろは坂なんですけど、俺が喋り倒すことによって、まきちゃん全然平気だったんですよ。おぉ。で、もう、やったーって。4年生、5年生が、猪狩先生がもう、うつくんさすがって言って、俺帰りに俺気持ちよくなっちゃうんですよ。もう疲れちゃって。まきちゃん、まきちゃんいいけど、もう俺気持ち悪いみたいになって。おでも、帰りはどうだったいや、それで、まきちゃんは平気なんですけど、バスの中で、うつくんが気持ちよくなりましたみたいになって、もう大騒ぎですよ。まきちゃんに解放されるっていう。でも結果的にマキちゃんは全然平気で帰ってきたから、はい、もうえらい俺に感謝してくれて、ああ5年、6年生まではもう俺の射程みたいになってきて、鈴木マキちゃんは。射程みたいになってもう何かっていうとマキちゃんがいろいろやってくれるみたいな、そんな小学校5年生。それで中学校に上がってからどうだったんですか？マキちゃんはそこでね、私立の中学校行っちゃうんですよ。あ、賢やったんや。賢でした。でも私たちの世代は本当に私立の中学行くなんてクラスに1人か2人ぐらいですから。確かにね。今考えたら結構いいとこのお嬢さんだったと思うんですよ、ね。そうでしょう。そのまま食い込んでいってよかったのに。いや、僕ね、ちょっとこの間本当にたまたまね、うん、YouTube で、ね、Facebook で、うん、鈴木真希ちゃんどうしてる調べた。いや、調べようかなと思ったんですけど、真希、うん、の字がわかんないんですよ。どんな字だったか。しかも鈴木さんって日本で結構いますよね。そうめちゃくちゃいっぱいいます。まあ、結婚されてるとしても。鈴木真希もかなりいますよ。鈴木真希は日本のトップ10ぐらいに入るんですか？いや、入るね、真希入るね。いや、だからこれを奇跡的にもし、はい、これを見てて、打つっていう人はなかなかいないから、はい、鈴木真希ちゃんがこれをたまたま見てですよ。打つくんってなんか送ってくれたら、そうですね。すれば、感動の再会ができるかもしれない。でも今のところ視聴者数6人ですからね。うんうん、ミラクル中のミラクルですね。これで見てたらね。あ、今増えた7人かもしれないですよ。鈴木真希ちゃん。でもわかんないですよ。このジャムスペーシーズは本名は鈴木真希さんかもしれない。違います。違うんですね。違います。わかりました。じゃあ、そうそう。だからその土日で栃木に私たちは一緒に行きますから、多分そこからの何週間は、これから収録するたまりらも、はい、栃木スペシャルになる。栃木撮りで。栃木撮りで、一泊二日いますから、まあ少なくとも2本ぐらいは、撮っちゃうと思うんですよね。はい、なので、まあ通常放送はちょっとこれ、今日撮ったやつで、しばらく開くかもしれません。そうですね。特別編になると思います。一、はい、回2月からの中でね、特別編、大村さんがただ山を登るっていうやつがありました。はぁ、はぁ、って言って。音声だけ聞いたらやべえ音声ですよね。一人男性が母が見えてきまして一応ラジオですから音だけだけはあ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 言ってるね、大人の男の20分でしたから、うん、じゃあですね、7名ぐらい来ていただいてますから、いきますか。あ、この純クラシックの吉成さんからメッセージが来まして、はい、29日よろしくお願いします、はい、当日の食事ですが、メニューはこちらでチョイスさせていただいて良いですか。いいんじゃないですか。焼肉はええなんて言ったんちゃうかな。ステーキだ。ステーキトーストはどういうことですか。決められたものを食べる。ステーキステーキがかお肉
や、いや、どうですかね。ステーキがいいなーって感じ。サビース？ステーキが入ってたらいいですね。うん、ね、はい。こんな大人の編集の時ステーキがいいな。チョイスできますか。え、そうですか。あ、でも提供とは書いてないですよ。提供とは書いてないですよ。いや、すごい意訳しましたね。当日の食事ですが、メニューはこちらチョイスさせていただいてよろしいですか、ですか。ステーキがいいな、チョイスできますか。中3の返し方ですよ、これ。ステーキがいいな。ね。ね。いや、美味しそう。だって、あの、土日で、あの、ゴルフ場に行くのに、まあ、一応ちょっと打ちますけど、ご飯メインに行くんですよね。ジュンクラでは打たないですよ。ジュンクラではご飯です。あの、靴だけいるんですよね。まあ、これ行かない人は分かんないですけど。でも、そのドライビングレンジだから、靴どうなんでしょうね。一応俺、あの、買った？いやいや、買ってない。実家で、その父親とかゴルフやるから、はいはい、いや、じゃあ貸してあげるよって借りましたよ。あ、靴大きさ合うんですか、お父さんと。そうですね、ほとんど一緒です。あ、じゃあいいですね。僕は、ゴルフの靴はないから。買いますか？いや、そのドライビングレンジやったらいらんのちゃうかなってちょっと思ったりもしてるんですけどね。聞けばいいんじゃないですかね。そうですね。セキュリティから普通の答え来ましたけど、聞けばいいんじゃないですか。ちょっと聞きますね。今皆さんもうすぐ収録しますからね。土日の打ち合わせ中じゃないんですよ、これ。皆さん何だったらね、土曜日、日曜日行きますよってずっと言ってますけど、私もちろん土日空いてますけど、今日水曜日の夕方ですよね。今の時点で私土曜日に朝どこに行くか知らないでいますからね。そうですね。この展開が面白いわけです。ええ。ないかもしれないですね、最悪。それはない。俺は全然それは楽しめるんですけど。何時にどこなのかなって。ちょっと靴がいるかどうかだけ。え、だって一緒に行く皆さんもなんか打つかもしれませんよね。で、どうでしょう、それみんなにちょっと聞かないと。今日水曜ですよね。ええ、木、金で銅の話ですね。そうですね。これですよ、皆さん。これが、慎吾チャンネルです。もう二人減りました。二人減りました。嬉しいですね、でもね。はい。はい。じゃあ行きますか。行きましょうか。はい。はい。よし。それでは皆さん、大変お待たせいたしました。昨日は3時からやると言って、今日は3時半から収録すると Facebook に上げて、はい、スタートは3時45分。はい。通常通りですね。通常通りですね。わかりました。それでは、はい。あ、違う違う違う。はい、今、機内モードにしました。はい。今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス略して、たまりらー、はい。皆さん、はい、ご機嫌、うるわしゅう、はい、お元気にしておりますでしょうか。大村慎吾さん、お隣でございます。はい、よろしくお願いします。8月もあっという間に29日土曜日、はい。最終土曜日ですね、8月の。これ普通で行けばですよ、学生さんたちももうね、この土日で一気にいただいた宿題を仕上げなきゃいけないというような、はい、まあ、時期ですけれども、ええ。それは同じじゃないですか。いや、結構早く始まってるところもありますよ。もう始まっちゃってる。始まっちゃってますよね、結構。6月、7月、学校は閉鎖やったから。いや、だけど、うん、なぜ夏休みがあるかというと、はい、暑いからじゃないですか。そうですね。で、その5月、6月、7月なかったにしても、はい、もうちょっとおかしいもんですか、うん、暑いから休みましょうってしてたのに、ちょっと足りてないからでも来ましょうって。みんないつもやれへんかったらええやんね。そうなんですよね。そうなんですよ。なんかだから、すごい、どこを中心に動いていいかが、だいぶみんなブレブレに、あ、だから熱中症で亡くなる人がすごい多いのに、はい、まあいろいろ大変ですけど、コロナで亡くなってる数字だけで言えばね、うん、マスクしましょうってね。そうそう、だどっちを気にしなきゃいけないのかっていう、うん、皆さん大変な夏を過ごしてると思いますけど、大村慎吾さん、2020年夏はどうですか、はい、どうですかどうですかって聞かれて、すっごいもう何やろう、めちゃくちゃ漠然としてますよね。これ私がね、前も大村さんにも言いましたけど、なんかちょっとこう自分でボイトのグループ作ったんですよ。で知らない方たちがいっぱい登録してくれて、先生にどうぞ質問をね、あの、自由にしてくださいみたいなのを作ったんですよ。そこに送ってくる方たちの質問が、自分で歌ってる動画を上げて、どうでしょうって。
言ってましたね、前ね。いや、これ俺だけからなんかすごい、いや、文句じゃないですけど、すごい違和感があって、歌どうでしょうって聞かれたら困りますよね。今困りましたよね。今困りました。夏どうでしょうって。温度のことなんか、仕事のことなんか、収録のことなんか、音楽のことなんか。でこれがだから、あのね、イチローさんとか中田秀俊さんが、そのメディアが、先ほどホームランね、どうですかって聞かれるから、それに答えるのが嫌で答えなくなったっていうのも有名な話ですよね。わかりますよね。わかりますね。ということで、夏はどうだったんでしょうか。いや、夏はだってこんな夏ないでしょ。ないですよ。だって大村さん毎年もうね、サーファーで海ばっか行ってますけど。そう、もう波乗ってね。なんでやねん。乗ったこともないわ。いつも真っ黒系になる。鎌倉やから言うてそんな話はないわ。あの大村慎吾さんが、夏はもう黒くなって見えなくなるぐらいの大村慎吾さんが。見えなくなる。真っ白系ですもんね、今年。そうですよ。いや、ほんま、ずっと歩いたりしてますからね。そう、あ、そうだ。ええ。最高の数年間は。そうですよ。だから日も焼けられないし、外も出られないしね、もうこのまま夏が終わっていく感じですけど、たまりらは元気に、今週もやってまいりましたので、皆さん最後までお付き合いいただければというふうに思います。はい、それでは、皆さんがお待ちかねかどうかわかりませんが、このコーナー行ってみましょう。はい、エリック・ダン・ゲずれ見てるのにずれるってですね。今日はまたあのすぐお隣にいますので、いつものようにですね、テンポアップのエリック・ダンゲームに行ってみたいと思いますけれども、はい、先週がですね、これはあの架空のお名前しりとり、はい、今まで出てきた人で全部おりません。私と村慎吾さんの想像でお話ししますけれども、はい、その先週が私が何をカバンから取ろうとしたんですか。ペンを取ろうかな。メモ？メモ。今でも収録するの分かって集まってるわけです。はい。集まってます。メモとペンは今出しててもおかしくないですね。私見てください。もうあるんですよ、ね。用意周到ですから。でこれ見たらいいんじゃないですか、用意の暗周到です。はい。で、私の先週出した人は、リカ・トシオさん。リカ・トシオさん。だから始まって、大村さんのちょっとパクリ疑惑もありましたけども、オリンゴ・リンゴさん。オリンゴ・リンゴね。オリンゴ・リンゴさん。クリームアップルパイの発祥の方ですよね。そうです。ね、そのオリンゴリンゴの5から、はい、5から始まる、はい、今日はエリック・ダン・ゲームでございます。5ですか。5は難しいですよ。5から始まる人なんているんですかね。いますよ。有名人でいますよね。あ、そうなんですか。そうなんですか。有名人でいる。エキゾチック・ジャパンですよね。あ、郷さん。郷さんもそうですし、あとほら、フットボールアワーの、あ、後藤さんか。後藤さんですよね。それから、あ、マキさんね。あ、後藤の牧さんですね。後藤の牧さんね。あと、後藤田さんっていう方もいますね。後藤田さん、官房長官。官房長官。はい。あと、どうやろう。5から始まる人あげるコーナーじゃないですよ、これ。ごまし、ごまきアザラシ何でしたっけ。ごまきアザラシって何ですかね。ごまきの顔に体アザラシ。アザラシ。アイコラみたいな。ごまきのヌード写真です。いや、アザラシ。昔あったんですよ、その一子まとわるね、男女のまと、まぐあい動画って言って、犬同士だったんですけど、まあ確かに、そうだけど、日本語って難しい。でも一子まとわるんじゃないよね、犬いっぱい毛まとってますよ、ね。体毛ですから、体毛のことは一子って言わないでしょ、だって。いや、だから髪の毛も今、小倉さん増やしていってますけど。はいはい、これ、自分の系だったらやっぱり、意思と言われるね。何かを乗っけたときには意思です。ね、そうです。その話はいいんですけど。じゃあ、5で今日は始まるエリック・ダン・ゲームですから、皆さんもちょっと想像しながら、考えてね、一緒に参加していただけると面白いと思います。あ、ヨヨちゃんですよ。あ、これ今公開収録してますから。もうあのですね、まあ私のね、今この喋ってるタマリラの収録もそうですけど、大村慎吾さんが毎晩10人やってる信号チャンネルで、はい、まあ、やよちゃんという方が来るとですね、もううつさーんってなってますけど、これそのうちそういうふうにやってる間に結婚しますよ、俺らこれ言ってる間に。いや、どうやって呼ぶんですか鼻の下伸びてるんじゃないですか。そんな雑な振り方ありますどうやって呼ぶんですか。やよちゃんって出てきたら一体鼻の下が伸びてきますよね。
こうやっぱり、あの、この人間の感情というのはすごい難しいというか面白いもんで、鼻の下伸びてますよって言われるとやっぱ伸びるもんですね。伸びてますよ。伸びてないんです。もう、やよって出たらもう伸びましたもん。もうだから縄文時代、弥生時代も。弥生時代も伸びるでしょ。縄文時代って言ってみてください。縄文時代。弥生時代。これね、わかんないんですよ。タマリラを聞いてる方たちは全然今顔全然わからないんですよ。顔が映らなきゃこのくだりも皆さん知らないんですから。縄文時代もういい。これ知らない、みんな知らないことで盛り上がったらね、こう今日初めて聞いてる人が全くついてこれないですから。縄文時代は何て言うんですか？縄文時代は縄文時代です。弥生時代は。弥生時代。取れた？取れたじゃないです。これ収録してるんですから。ここ俺今喋りながら 100% カットで喋ってますよ。使う気一切ないですから、ここ。これいや、間違い、心配しないでください。YouTube はノーカットでお願いしますから。YouTube の方にもある程度説明しないと、俺がなんでこんな顔で弥生って言ってるのかね。意味がわからないじゃないですか。そうなんですよ。まあね、その、弥生ちゃんという方とね、北海道でね、お会いしたわけですよ。そうね。弥生ちゃんがまあ、可愛いんでね、綺麗んですよ。まあそうですよ。ね、それでもう、その、もう弥生ちゃんを見たら、もう、うちさんがデレーっとしてるわけですよ。で、いや、あのね、鼻の下がね、綺麗な人とか可愛い人が、写真撮ってくれてますね。いたらね、鼻の下伸びるっていうね、こう、言われるじゃないですか、一般的に。まあまあまあ、でもね、ああ、伸びんねんなぁ、ということを、みんなが、うつさんの顔を見て、納得したと。いや、伸びてないです。伸びたよ。どういうふうに。見るからにそこがミヨンって伸びるんですよ。伸びるんですよ。そんなことありますね。いや、今も伸びてます。これもう元々。もう戻ってるでしょ、さすがに。いや、もう。そんな長いんですか、効果が。長いです。いつ戻るんですか、それ。弥生効果やから、まあ、弥生時代が終わった。だいぶ長いです。奈良時代に入った。もう今、令和なんですよ。いつまで伸ばし放題、伸ばしきってさ、戻んなくなりますよ、それ。それでね、ね、もうほら、もう伸びてるやんかって、じゃあ、弥生ちゃんって言ってみたら、いうようなことになったときに、うん、あ、そうそうそう、この口を短く、鼻の下を短くして、こう。その説明今してくれたんですね。ええ、あ、そうそう、北海道で鼻の下伸びてますよって言われたから、ここをギュッて縮めて、弥生って言ったっていうのを、そうそうそう、大村さんがめちゃくちゃ好きで、そうそうそう。もう何かとそれやらそうって言ったんですね、ええ。そうなんですよ。めっちゃ喜ぶから、ええ。で、ちょっと今になってなんですけど、はい、お一人ね、お布施をくださってる方いらっしゃいましたね。本当ですか？ええ。まあ、うちはですけどね、席Dが120円の。何で120円？久しぶりのツーショットに120円。120円。鈴がないんですよ。鈴がない。あ、この、どうしてこんなところに、こんな中に。ありました。振りますか？振り方あるんですか？振り方あります。振り方あるんですか？はい。もっと最後にテクニック。本当ですか？毎回そうでした？初めはね、ってやってたんですよ。ああ、そうですよね。ですけど、巫女さんの舞を見る機会があって、そう、つぶさんに観察をしてましたら、最後。こうなんですよ。振るんじゃないんだ。こう、手の返しで。はぁ。振るんです。なんかそうでしょ。もういいですよ。ここへ。なおみさん、ありがとうございます。あ、へぇ、最後にこうなんか必殺仕事人が、ピキュッて締めるみたいな、ね。締めなんですね、これは、ね。締めなんです。わかりました。いや、もうだいぶ、本編に行く前にだいぶ今、はい、遠回りしてきましたよ。いや、チャットもいろいろ書き込みがありますよ。ありがたいですね。やよちゃんが。やよちゃん。なおみさん、先日は急遽参加でありがとうございます。うん、栃木に参加しますよって。あ、土日のね、だからもう伸びっぱなしです。釣っていきましょうか、ここね。釣ってと、うつさんの鼻の下が戻らなくなりそうで楽しみです。皆さんでもこれね、まあラジオではわかんないですけど、これ映像で見えてるわけですから、伸びてないことがもう目で見てわかるわけですよ。伸びてるでしょ。伸びてないですよ、全然、ね。伸びてるでしょ。伸びてるでしょ。
縄文時代は何て言いますか。はい、キレが悪いな。キレが悪い。じゃあ皆さん行きましょうか。どんだけと。あのこれ17分59秒の収録してて、今ねコーナーに行く前にもう今13分回ろうとしてますから、まあ、全部カットやね。コーナーやる気ありますから、ね、あります。もうだいぶカットの時間長くなりましたけど、これ YouTube 版でこのまま流れるんですね。セロテープ持ってきます。やよちゃんの持ってきてどうするんですか、これ。どっち側に貼るんですかね、もっと伸びる。そうやね。下、顎側に貼ったらもっと伸びるね。でもこれ、いいことないですよね、うん、このまま喋りにくい。何も食べられへんや。何も食べられないと困るし、ええ。かといって上に上げられると、これ、清水明さんの天皇子さんの。どっちもどっちやねん。テープ源、ね。だからね、はい、この今コーナーを2月からね、今年やってるわけですけど、はい、それまでの4年間は、こうやってフリートークで17分59秒やってたわけですから、そうですよ、はい、もう余裕なんですよ、私たち。フリートークで17分。余裕。いや、17分なんてもうそんなん。瞬く間でしょ。瞬く間なんですよ。そうですよ。だからこれ別に今コーナーやる必要はありません。やめときましょうか。いやだけど、やよちゃんの話はほら鎌倉風の人やっぱ知らないから。いやそれでやよちゃんのこと知ってもらうっていうのもね。あでも俺全国にしていく。全国じゃない、ここの全国じゃない。鎌倉やった。鎌倉風でなんでここの全国じゃないところから全国の人が出るんですか。やよちゃん頼みになりますよ。まあね、そうまあ、番組のアイドルみたいにして。それはいいかもしれないですね。もうか全面協力。マスコットマスコット、いや、レギュラーで入ってもらっていいんです。ああ。で、腹の下。いや、俺いらないでしょ、そしたら。お前、シンゴと、やよちゃんでいいですよ。いや、それはもう、シンゴ、あ、やよ、シンゴの、魂のリラックス、略して、たまり、ラーって、かわいいじゃないですか。2回ぐらいやったらどうですか、今年で。好評だったら俺、おりますよ。いつの間にか乗っ取られていく。でもこの番組はそれでメジャーになっていくんであれば。ああ。それはね。女子は何を、内さんは何、編集の人として残ってます。編集だけ送ってください、じゃあ。音声を。いや、もうでも本当に、さっきのね、俺もカットするつもりで喋ってます、ね、うん、はい。ちょっとスイッチをね、はい、何があるか分かりませんけど、鎌倉 FM スイッチに変えていいですか。いいですよ。声だけでお届けする、私のプロフェッショナルなところをやってみせないということですね、はい。ということで。はい。大村さんのスイッチが変わってない。アイドルキャラではございません。いや十分いけますよね。どうしようかな。ちょっと無理ですよ、はい、この噛み合わない感じ。いや、いけます。いけるんですね。いけます。ということで、はい、先週のおりんごりんごからつながる、今週は5から始まる九段で架空のお名前シリというですか、どちらからやるかまだ決まっておりませんので、はい、私と大村慎吾さんでじゃんけんをして、はい、はい、勝った方がどちらかを選ぶ。いきましょう。いきますよ。最初はグー、じゃんけんチョキ。一瞬。あいこでグー、あ、勝った。大村慎吾さんがグーでございます。勝ちました。はい。先行後攻、大村慎吾さんが選ぶことができますが、どちらにしましょうか。じゃあ先行でいきます。こう引き受けてくれますか。もうやります。あら。それでは、はい、大村慎吾さんに出していただきましょう。5で始まる架空のお名前しりとり、よろしくお願いいたします。どうしようかな。誰がいいですかね。これ本当にないですかね、頭の中に。今。それでは、来ますよ。ごまかし。それ、名字ですか。名字です。ごまかし。グレタ。これすごいですね。イニシャルが GG になります、ね。GG です。GG なんですか ?GG です。あ、その年齢も、いや、年齢は、もう、うん、お亡くなりになってる。あ、ごまかしグレタさん。はい。いや、全然知らないです、ね。知らないですか。全然聞いたこともないです、ね。社会活動家です。社会活動家っていう。はい、仕事あるんですか？仕事。社会活動を仕事にした人ですかね。社会活動家っていうのは具体的に言うと。なんか今よくいるじゃないですか。自然を守りましょうとか、クジラ取るのやめましょうとか、イルカがどうのこうのですよとか、温暖化やめましょうとか。はいはいはい。ああいう人たちですね、社会活動。ああ、それをだからまあお仕事に結果的になっている。そうです、そうです。でもグレタちゃんって言いますでしょ。誰ですか？グレタ。グレタちゃんって、なんか北欧かなんかの女の子。
あ、お、10代の。あ、いますよ。最近なんかまた学校行き始めたっていうニュース。そうです。グレーターさんね。はい、うんうんうん。あの関係ですよ。あの子そうですね。ごまかしグレーターが、の関係で、血筋なんですよ。それ名前完璧にそのまま。そうです。継承しちゃってるんですか？継承してるんですよ。そう、歌舞伎家的な？そうそうそう。歌舞伎役者さん的な。うん、だから、ああいう風にして世にバッて出ていこうっていう人は、グレタって名前よね。あ、そうなんですね。はい。みんなグレタなんですか？みんなグレタです。で、今の代のグレタは、あの子。彼。あの子で何代目なんですか？あんまりね、そんなに昔からじゃないの。3代目、3代目、3代目ぐらい。うん、J ソウルじゃないですよね。いや、J ソウルじゃないですよ。で、社会活動なんかそんなに昔からしてたわけ違うから。そうか。最近ですもんね。最近ですから。その、まあ、オゾン守るとか、今のプラスチックゴミ減らせるとか。そうです、そうです。あ、じゃあそのレジ袋のあの、あれ、そうです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 。グレタさんたちの。グレタさんたちの、まあ、まあ、まあ、広がりの中で出てきた。これ別に、家計をね、血が繋がってるとかじゃないんですよ。うん、その時の世代のグレタがいるんですよ。じゃ今の子は結構若くにしてその称号を。グレタになったんですよ。グレタって言うんですか？グレタになったんですよ。そうなんですよ。え、それはあの子が今先頭を立ってやってますけど、ええ、それを支えるそのグレタみたいな人たち。グレタがいるんですよ。それはもう世界規模です。これグレタは。まあでもそうでしょうね。うん、やっぱり世界の、やっぱりその環境問題とか。そうそうそう。それ日本にもグレターっているんですか？いる。いっぱいいます、グレターが。いっぱいってちょっと桁がわかんないですけど。もう、何万人、何十万人っていう。何十万人？はい。なんかそういう試験とかがあったりするんですか？グレター試験。うわ、そうないです、全然。もうじゃあ今日から名乗れば。グレターです。あなたもグレター。名乗ればグレター。例えばちょっとこうね。子育ての中で何かがあって、ちょっとこう、健全じゃなくて、ちょっと非行に走るような、はい、このことをグレタとか言ったりしますけど、はい、あれは別に関係ないんですか？あれはね、似て非なるものです。あ、ややこしいですね。ええ、全然やってることが真逆ですよね。真逆というか、で、全然違うこと。まあ、不良を、不良ですよね。不良とか、非行に走ったりとか、うんうん、でそれをグレタと言いますけど、うん、それとはちょっと違うんです。違うんだ。じゃあそこは皆さん混同しないように。はい。その社会活動家のグレタさん。そうです。で、皆さんがもしその意思に賛同するんであれば、はい、今日からでもあなたの。あとはグレタになる。昔流行った 3D の映画の青い顔のアバターはあれけど、ね、関係ないですか？あれはね、遠い親戚？グレタ。ですって皆さん。ええ、なんですよ。アバターは私3時間ぐらいあれやったら見に行きましたけどね。ああ、僕も見ましたね。あれは良かった。良かったですね、アバターね。不思議とちょっと鼻のね、はい、長い女の子、青い顔した子が、はいはい、後半どんどん可愛く見えてくるて。不思議な映像で私はちょっと感動したんですけど。あれはでも関係ない。まあ、でもグレタちゃんはあんまり可愛く見えてこないね、いくら見てもね。まあ、人が可愛い可愛くないにはすごい好みというものがありますから。あ、小村慎吾さんはああいう顔がタイプじゃない。で、まあ、ああいう顔というか、なんとなくタイプじゃないね。小村慎吾さんの、はい、もう、これは完璧だ。もう、ほぼ100点だっていう、全然余談ですけど、タイプは誰かいるんですか？この人、最高峰。最高峰？小山で言ったらチョモランマン。チョモランマン。大村信号的チョモランマは誰なんですか？誰ですか？理想ですからね、それはもう。まあ、最近もたびたび言ってますけど、はい、長澤さん。あ、長澤まさみがチョモランマ。チョモランマ。大村さんのチョモランマは長澤まさみさん。まあ、いい。僕あんま知らないんですよ、その芸能人の方を。でも今後は小村さん有名になってたらどんどんそういう人に会っていきますから。あ、長澤まさみさん会いたいですね。会いたい。コンフィデンスマン JP 映画見ましたよ、私この間。あ、新しいやつ。新しいやつ。あ、見てないです。あれは何の話でしたか？何の話って何なテーマは何やったんですか？あ、プリンセス編です。香港とかって。あ、そう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 。プリンセス編。プリンセス編。プリンセス編。前回のロマンス編です、ね。ロマンス編。はい。ニューヨーク在住やった時の彼氏が、ジェシーですよね。ジェシーが、対立役で出てきた。そうそうそう。で、その関係なんですか？あ、それとはまたちょっと
違って、また違う、また全然違う話ですけど、はい、まあ、まあ本当に脚本がよくできてるなっていう。私ちょっとこれ余談ですけど、はい、あのコンフィデンスマン JP のそのね、はい、映画見た方もいると思うんですけど、はい、あれの脚本がね全部2時間ぐらい見て、わあよくできてるなって私は思うんですけど、はい、あれ見て、はい、あ、私も僕も脚本家になろうって思う方ってなかなかいないと思うんですよ。あんだけ緻密な構成、そう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 、やっぱすごいなっていう感心するだけなんですけど、俺帰りの電車の中で気づいたんですよ、歌手になりたいって人がこんなにいっぱいいるって、もしかしたら情けないことなんじゃないかと。え？どういうこと？だから慣れそうって思われてんじゃないかなっていう。歌手になりたい人と脚本家になりたい人の比率では、脚本家の方が少ないってこと？少ないですよ、圧倒的に。歌手になりたい人めちゃくちゃいっぱいいますよね。私も含めてですけど。それは、あの、あれでしょ？脚本家の世界に身を置いてないからちゃいます？私が、うん、いや、圧倒的ななりたい人数で比べたら、もう歌手なりたい人数の方がすげえいるんじゃないですか。それはね、多分ね、はい、なんていうのかな。まあ、それはそうかもしれません。そういう要素もある。そう、要素あるかもしれません。うんうん、だけど、その、きっと歌を歌うことの方が、みんなの、生活に近いからですよ。ボイストレーナーみたいなこと言いますね。うん、で、だって、じゃあ、その、脚本にしても、小説にしても、書く、そういうふうに書くことが、みんなの生活に近いかっていうと、それは、なかなか、ですよね。昔の言ったら、儀式みたいなとこから歌って繋がってますもんね。ああ、そうですね。もはや人間生きる上でもしかしたら必要なんじゃないかっていうぐらいの。うん、それなんか、ボイストレーニングの話としていいですね。いいですね。導入として、そうやからやっぱり長澤さんはいいね。あ、大村さん的には長澤まさみがチョモランマです。チョモランマです。もうこれテロップ出したね。うちさんは誰ですか？チョモランマ、はい？今は長野芽衣さんですね。長野芽衣さん。それをね、関 D が関 D が毎回ええー、って顔で言うんですけど。ほっといてあげてよね。人の趣味やん。いやいや、それはね。今急上昇してる、ムロツヨシさんのドラマで今ね、はい、ヒロイン役やってて。え、今ムロさんのドラマって何？日曜の夕方、いや、夜10時半から、親子の役なんですけど、ムロさんがお父さんで、うん、娘が長野芽衣さんで、うん、で、もう溺愛しすぎてお父さん、うん、娘の入った大学に一緒に入っちゃうんですよ。うん、でそこでまあ大学生活のまあ言った邪魔をするというかね、守っていくみたいなストーリーなんですけど。なるほど。まあその長野芽衣さんはもうビックスぐらい綺麗ですよ。うん、まあでも20歳ぐらいなんですね。あ、そうなんですね。これでも私の精神年齢が変わってないもんで、すっかり近い年齢の人と思って見てますけど。あの、長野芽衣さんって痩せてる？細い？何すか、その。すごく細かったっけ？クイズの質問1問目ですよ、それ。痩せてる？どんだけ絞っていく幅広いんですか、それ。半分青いか。半分青い人です。半分アバターの人です。あれですよ。UQ モバイルの3人姉妹の一人ですよ。それ余計分かれへんよな。深田恭子さん、多部未華子さん、長野芽衣さんですよ。うー、青の人ですよ。お、そうそう、長野人ね。綺麗、まあ綺麗って、まあまあ当たり前ですけど。163センチもあるんですね、身長。本当かどうかわかんないですけど。ほう。そうですか。いや、そうなんですね。そうなんです。あ、まあ王道ですよ、でもね。王道？みんな綺麗ですね。はあ。でも、二十歳。僕は多分あんまりタイプじゃないわ。よく放送上で言いますね、そんな上から。いやいや、そんな長野さん聞かへんやん。いや、わかりませんよ、それは今の時代。いやタイプです。そうでしょ。もう下手したらおじいちゃんぐらいの年齢の可能性ありますよ、だって。若くしてだったら。私でも25ぐらいで産んだら、この子なんですから、そうやね、年齢が。うん、35でおじいちゃんってことないか。これでしょ、うん、長澤まさみさんをね、検索してますから、これね。はい。うわぁ、まあ。よくできたって言ったらなんですけど、長澤まさみさん、33歳でも。33歳なの？もっと行ってるわと思った。168センチですから。ああ、でっかいね。大きいですよね。うん、アッコさんが172ですからね。4センチしか違わない。アッコさん出してこなくても。女性と芸能人で一番大きいって言ったらアッコさんじゃないですか。長澤まさみさん。今改めて長澤まさみさんのページ見る人ってなかなかいないですよね。全身がないけど、
なんか僕、すっごい細い人ってあんまり嫌なんですよ。ああ、そうそうね。うん、まあ結構しっかり、うん、骨格がしっかりしますね、うん。あ、だから細い人ですかって聞いたら。そうそうそう。渡辺直美さんとかいいんですか。ちょっと大きすぎますよ。ユリアンレトリーバー。ちょっと大きすぎますよ。そうですか。うん、ユリアンレトリーバーさんは大好きですよ。あ、そうですか。もう天才ですよ。あの人、今度ぜひちゃんと見てください。もう、ユリアンさんもしかしたら女性の芸人の中で一番、なんて言うんだろう、面白いかもしれない。あ、本当ですか。天才ですよ。一度お会いしたいなと本当思いますけど。友近さんとかいるの？ああ、もう全然、また種類が違いますけど、もう根っからの多分芸人さんですね。ユリアンさん。ユリアンさん。はい、もう大好き。さあ、皆さん、このコーナー。好きやって。え？あ、猫田さん、うん、そうそう。あの、すごいですよ。なんか、発想がね、うん。すごいですよ。なんだ、知らない間にすごいいっぱい皆さん。いっぱい書いてますよ。コメントいただいて。ジェシーが好きとか。ジェシーかっこいいですよね。はい、なんか切なくなっちゃう、映ると。すかっこよかったのに。で、キングダムの実写版が、長澤まさみさんがかっこいいと。かっこいいですよね。キングダム長澤まさみ、本当かっこいいと。ああ、かっこいい。あれは惚れます。すごいやん。今ね、かっこいいって俺言ってますけど、見てないですよ。キングダムね、うん。キングダム見ました？いや、見てないんですよ。見てない二人がいいですよねって、これ。キングダムって中国の王朝のことでしょ？そうです。だから、神かなんかのことですよね。あの、キングダムのその原作というか、漫画書いてる方が、最近、小島瑠璃子さんとこ噂になって、はい。あ、そうなんですか？そうそう。もう、それこそ20ぐらい離れてんじゃないですか？やっぱり漫画やな。書きます？いや。なんで手の甲で俺の二の腕を触るんですか。いや、漫画家さん現れている。え？何の話ですか。漫画家さん現れる。いや、あのね、こう土曜日、金曜日の話です。金曜日に僕大阪行ってまして。何日前ですか。金曜日。今日収録今水曜日です。水曜日。な一二三四五日ぐらい。五日ぐらい。はいはいはい。行ってそれでまあいろいろ話してて、あのファンの集いみたいなのしてくれたんですよ。え、大村慎吾ファンの人だよ。呼ばれてないですよ、それ。いや、大阪でよ。いや、呼んでください、行きますよ。俺、ほんまに来た？いや、行かないですけど。いや、大村慎吾ファンの人なんて大阪でやってるんですか？なんか、まあ、急遽。怪しい回ですね、それ。で、それはね、はい、あの、ほとんどが会ったことない人やねん。大丈夫ですか、その会合。だったんですよ。え、それ大村慎吾さんのファンなんですか？そう、来てくれて。でも、なんかこう、チャンネルを見てくれてるとか、そう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 、本を例えば買ってるとか、そんな人いるんですか？いや、いや、いるんですよ。いや、それびっくりでしたよ。だって、魅力界の人でね、はいはいはい、その延長で残ってくれたっていう人はいるんですけど、うん、その人 が来るんやったら、もう分かるじゃないですか。分かりますよ。じゃあ、全然僕からは見たことない人ですよ。これ、ブレイク間近ですね、これ。いや、びっくりですよ。何人ぐらい来ていただいたんですか？四五人ですけどね。ああ、いや、十分。まあ、それはもう、あの、ふーちゃんの家でやったって。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。いや、もうびっくりでね。で、そこにで、まあ、そんなこと、その時やったか、その前の魅力の話やったか、何かで、はいはいはい、で、あの、僕がいろいろ経験したことをね、うん、漫画にしたらどうですかって言われた。ああ、なるほど。で、いろんな経験してますもんね。で、僕が書物書こうと思って、一回こんなんどうですか言われたら、出版社から、それは売れへんからあかんって言われてことがあってね、そんなんやって、やって、でも漫画やったらええんちゃうのみたいな話言われてたんですよ。そしたら、うん、リスナーの人がいてですよ。うん、あの、しんごチャンネルの、うん。その人からお手紙と漫画が送られてきたんですよ。で、それが、あの、延命院に行った時のことを漫画にしましたって。うんうんうん、あ、もう漫画として？ええ。もう出来上がってるじゃないですか。出来上がったんですよ。で、それをこんなん来たんですって送ったんですよ。うん、あの、見せたんですよ。ああ、なんか書いてましたね、ええ。はいはいはい、ありました、ありました。ええ、で、そして、で、その方に、うん、いや、僕実は、この手紙が、送られてくる前日に大阪で漫画にしたらどうなんていう話になって、うん、家帰ってきたら、お手紙が届いてたんですよ。これはすごいわ。ね。それで、だから、僕のことちょっと漫画にしてくれたり、できますって言ったら、やりますよって。え！もともと書いてきてくれたやつにはもう大村慎吾さんいるんですか？そこにはいないの。それは僕のことじゃなくて、その人がそこに。その人とそのお母さんとで延命院に行ったことが漫画になってるんですよ。それがすっごいお上手なんですよ。ちょっと待ってください、これ。いいんですか、これ。いやいや。
本物なんですよ。この人が漫画家さんなんですか？漫画家なんですよ、この人。いや、こんなことありますか？漫画家さんなんです、すごい。ちゃんとした。漫画家さんから寄ってきてくれるってことだよね。いや、最後にほら、私は万年、読んで大丈夫、はい、私は万年お金がないので10回払いのローンでいけたらいいなと思ってますけど、はい、これがだから、大村慎吾さんと組んだことによって、先生、先生って言われるようになって、もうこれ、そうですよ。大変なことになるんじゃないですか？あ、すごい。いや、こんなことにね、ちょっとなるかなって。よくなりますよ。やっぱだから言うとそういうふうになるんですよね。なるんですよ。いや、すごいな。この方は、もう本当に、漫画出されてる方なんですよ。やりましたね。これ。今度インタビューして、いう話をして、してもろて、うん、ああ、大村さんのことね。だからその、なんやろ、なんテロップ組んでいくっていうの、うんうんうん、そのコンテ組んでいくのか分からへんけど、まあ、原作ですよね、大村さん。原作、そう。で、原作と、うんうん、絵っていうの、斎藤隆夫さんと、なんとかなみたいな。それ最近でもジャンプの漫画でありましたよね、原作の人が中学生の女の子に胸触って、で逮捕されて、うん、そのジャンプの漫画も止まってしまって、あ来年舞台化が来ましたけど、全部なくなって。その主人公のこうオーディションも進めてたのに、うん、その子たちも全部ダメになって。触ったのね。中学生を触ったらダメです。ダメです。触るなら成人。そう、成人です。そう。成人ならなんか話し合いでなんとかなりますけど。うん、話し合いでね。いやいや、そうです。あ、そうです、うんうん。いやー、すごいですね。やっぱあるんだ、そういう、やっぱ皆さん、これは、大村慎吾さんが、ご自身の人生を、皆さんにこうね、捧げながら、見せながら、こういうことが起こるよっていうことをこうね。そうです、そうです。教えてくれてるわけです。でね、ちょうどその、数日前から、僕、その、YouTube じゃなくて、その、なんか、Amazon プライムとか、あれじゃないですか。あれでね、重犯出退っていうドラマを見直してた時やったんですよ。たまたま。それが、だから重犯だから。重犯出退は漫画の、漫画家さんと、その編集の人の話なんですよ。これは来るね。来るでしょう。今年でしたっけ、100日後に死ぬワニっていうね、はいはい、漫画がすごいネット上でヒットしました、はい、あれ一気に映画化まで行きましたよね、はい、100日後に死ぬ、あ、死んでしまうあ、そうですか、そうですよ、よっしゃ、そんなことあるんですね、皆さん、なんかこっからの進展はまたね、毎晩10時から放送されている大村慎吾さんのシンクロ加速チャンネル。はい。あってますよ、これ。シンクロ加速慎吾チャンネル。慎吾チャンネル。はい。これね、今、エレクダンゲームの途中やね。そうですよ。これは編集点が見つからへんね。いや、こんだけそれたらね、えらいわかりますよ。わかりますか。今ちゃんと見てますから。あ20何分から遠くに行って、今35分で帰ってきたら、この辺バッスリ行きますから。でもこれはもう久々にね、私たちもモータマーあんまりやれてないので、こうやってね、リアルで皆さん見ていただいている方に、たまりら本編の収録しながらも、言ったらもう、ゆうたまですね。ゆうたまです。もうせっかくですから、私も楽しくなってきちゃって、もうエリックダンに戻れないような感じ。戻れない感じでね。それでは、大村慎吾さんが、グレタさんの他で終わってますから。そうなんですよ。私がじゃあ、他でいただいていいですか？他でいいです。もう、あ、切りました？え？ちょっと待って。え？何から始まりました、僕、これ。ごまかし、ごまかしぐらい。そう。名字のことをね。あ、言いたいんですね。お話ししたかったんですよ。これもう俺入れないですよ、多分ね。他の時間。え、ごまかしぐれたさんの、ごまかしぐれた。ごまかしは、ごまかしなんです。あ、もうその読んで字のごとく。はい。え、グレタさん、ごまかし？ごまかしです。え、グレタ自体がと？グレタ自体がもうごまかしなんです。全然話変わってきましたよ。ということなんですよ。だいぶ話がでかくなりましたよ。社会活動のことを本当にすんなよっていうことです。なんか急に大きな提言が掲げられましたけど。はい。それで終わっちゃうんですか？続きは。だいぶ嘘もあるかもしれへんねと。今回のこのレジ袋に対しても急に始まって、はい、なんか皆さんも苦労してますけど、はい、ち
ちょっとなんか急感がありましたけど、ね。あれもおかしいでしょ、なんか急にぐ、レジ袋が悪者になってますけど。あんだけお世話になってね。あれ、レジ袋作ってる業者どないしてるんやと思って。ほんとほんと。急に売れたバンドのボーカルみたいな。ずっと支えてくれたバンド急に捨てるみたいなね。そうそう、よくあるんですよ。そう。ああ、ごまかし、かなりごまかしがあると思いますね。なんかこれはただのエリック・ダンゲーム、架空の名前しりとりかと思いきや、はい、大村慎吾さんからの大きな社会の提言まで含まれたごまかし、グレタさん。はい。ごまかし、グレタさん。ごまかし、グレタ。皆さんね、こういう方検索しても出てはきませんけど、はい、大村慎吾さんからそれを皆さんにちょっとお伝えしたかったということで、ごまかし、グレタさん。はい。それでは、残り時間も少ないですけど。た福原愛ちゃんはさーだったんですけど。たそれ、大村さんのターからあれ来てるんですか、さーは。そうですよ。年齢的にそうですよね、大村さんの方が。それをどっかで大村さんが卓球温泉でやってるやつをターターって言って、こっぴゃって投げて、ピュって投げてってボールを上に。卓球のピンポン玉を。のピンポン玉のことボールっていう名前にない。なんて言うんですか。いや、ピンポン玉でしょ、あれ。ボールでしょ。ボールじゃないですよね。ボールでしょ。卓球の時あのボール、ボールって言います？どうって言います？球。球でしょ、ね。球ですか。ボールじゃない。ボールってあんま言わないんですか、うん、わかんないですけど。ボールで投げて。ボール投げて。で、たー言って。それが小村慎吾さんの言ったら代名詞だ。そうそうそう。それを福原愛さんが、さーにして。そうです。で、今の令和の時代はもうチョレイになりました。チョレイになったから。チョレイは小村さん関係ないんです。あれはね、だからもう僕の、もう及ばない範囲に行ってるよね。あ、もうね。ええ。文字数も多いもん。そうですね。さーで済んだやつ。はい。チョレイって言ってますからね。チョレイ。チョレイは大村さんではありません。さあまでです。さあまで。さあ、それではですね。はい。たで始まる私のエリック断言、架空のお名前を早速ご紹介したいと思います。はい、これ今日はね、すごいやっと言えたって感じなんですけど、田中太郎さんです。田中太郎さん、はい、めっちゃくちゃいっぱいおるけん。これね、いないんですよ。いない。いないんです。皆さん、これ、よく、例えばですよ。銀行とか、はい、あとなんかこう申し込みしたりするときに、お名前書くとこのこう、例で書いてますよね、うん。こういうふうに見本で書いてください。大体、なんとか太郎ってなってるじゃないですか。めっちゃくちゃ多いね。例えばクラブあるとさ、クラブは太郎みたいな、そういう。クラブで置いといたらいいやん。クラブ太郎で。なんでクラブはーって。例えばですよ。クラブはーって、次の棒も入れたらええんじゃん。クラブは太郎になる。クラブは太郎。それじゃないんです、うん。あれ全部後ろに太郎ってつくじゃないですか。はい、あれが、この人で、あれがもう出来上がってるんです。だからあれはみんな、なんか疑問もなくいつもあれ太郎って書いてるじゃないですか。男の子の場合は。ちなみにこう女の子場合は、花子やね。そうですよね、うんで。これはもう日本に浸透してますけど、これ、いないんですよ。実在しない。実在しないから使えるんです。田中太郎さん。田中太郎さんね、実はいないんですよ。石投げたら当たりそうやけど。いやいや、そう、そういうふうに思うじゃないですか。うん、いないんですよ、世の中に一人も。そうなんや。会ったことありますだって。ないね。ないでしょ。田中太郎会ったことないね。いないんですもん、だって。そうか。だからこれ私、架空のお名前しりとりっていう、このゲームを始めたときに、最初からずっと田中太郎さんのこと言いたかったんですよ。本当の架空のお名前だから。はあ。じゃあ架空のお名前の走り、もう架空のお名前なんですよね。あ、もうミスター架空のお名前で言ったら彼がエリック・ダンですよね。もう言ってしまえば彼だったね。エリック・ダンいないんですよ。ただエリック・ダンという人はいるかもしれないですね。エリック・ダンでーすっていう人は田中太郎さんやったんや。まあそうですね、田中太郎さんという人はいないんです。ちょっとややこしいんですけど、架空のお名前イコール田中太郎さんなんですよ。でこれ、まあ世の中にあんま出てないですけど、うん、実際田中家に男の子が生まれた時に、はい、まあ、つけてしまう可能性もあるじゃないですか。あります。すごい圧がきます。どっからの？それはちょっと言えないですけど。え？これ言えないんですよ。言えないところから。はい、もうそれを俺言っちゃうと俺今日から田中太郎になっちゃう。どういうこと？
お前言ったら、まあ、田中太郎にするぞってずっと言われて。じゃあもう、宇津雄一という名前から田中太郎に。言った瞬間何変わんの？言った瞬間。戸籍は？戸籍は勝手にやります。向こうが。目つけられてますから、私。つけられてんの？お前言った瞬間に戸籍が宇津雄一から田中太郎に変わるぞっていうのは、ずっと言われてます。じゃあ、静香は？静香さんは宇津静香さんで。もうそのままで。それはいいですよ。私が田中太郎になってしまう。じゃあ、宇津静香さんの婚姻、配偶者は田中太郎です。今、俺、私が言っちゃったらですよ。これ、どこから圧っていうことを言ってしまえば。言ったら。で、言わないから大丈夫です。じゃあ、旦那さんと奥さんの、別姓になるわけや。そうです。それ、私が、その、圧のところで言われたタイミングと、うん、夫婦別姓が認められたタイミングが実はまあ一緒なんですよね。あ、そこまでも時代を左右してるわけね。そうですよ。だから私がそういうことを言うかもしれないから、はい、それも圧ですよ。はあ。こっちは変えられるようにしたぞと、うん。だから絶対言うんではないっていうことを私は言われてます。はあ、じゃあ、まあ、これも運動家で、別姓の方がいいんじゃないかっていうことを強く推進をしている政治家とかがいるじゃないですか。その声が多くなれば、多くなる、なるほど、うつさんは、その、田中太郎さんの存在は、を、口にしちゃう可能性が出てくるってことですね。だから怖いですよ。はあ、存在自体はおるんですか？消えちゃうんだ、ひょっとして。いやいや、もうそれはだから言えないですよ。うつ雄一自体がもう、ガラッとその人たちが、瞬間変わっちゃうのかな？いや、だって、今、大村慎吾さん、もし私が言ったらですよ、ここで急に私が田中太郎になるわけですから、うん、その宇津雄一を知ってたらまずいですよね。もしかしたら僕には見えないのかもしれないね。もうこれは実際のところどうなるか分かりませんよ。ただまあ私は言いませんけれども、ただ今日言いたかったことは、田中太郎さんっていう人めちゃくちゃいそうですけど、いないっていうことです。これは名前におけるミッシングリングやね。なんか難しいこと言いましたよ。こう、つながらない一つの輪。つながらないです。一つの輪がここにあるわけやね。同時に皆さんご存知だと思いますけど、その田中花子もいません。なるほど。これはおりません。いるようですけど、いないです。そう、猫と猫あたりがポロッと言ってね、さっと存在が消えてしまう。猫と猫さんがだから田中花子になっちゃう可能性ありますよね。あるわね。はい。その代わり私たちの記憶ごとバンっていかれますから、猫と猫という名前も思い出せなくなると思いますけど。なので皆さん今日は、恐ろしい話になっちゃう。ああ、ちょっと怖いね。田中太郎さんがいませんので、はい。はい。もし病院とかでそんな名前が出た時には、うん、嘘だと思っていただいて。ああ。架空の名前でそれこそ。はい。その人が偽名を使っていると思います。なるほどね。ということで、17分59秒の番組を、45分17秒今喋ってます。はい。びっくりするぐらい喋ってます。びっくりするぐらい喋ってます。はい。はい、私がちょっとね、皆さんとこうやってリアルでね、チャットをしながらお話できることにちょっとテンション上がってしまいましたね。田中花子に2回なった。猫と猫さんもなってるんですね。なってんねや、もう。これ私はちょっともう知らない情報です、ね。知らない情報で、ね。触れない方がいいですね、これ。猫、はい、と猫さん昔から怪しいなと思ったんですけどね。猫、うん、と猫もだって嘘の名前ですね。そうです。気をつけましょう、皆さん。はい。はい、あるようでないことは世の中いっぱいあります。いっぱいありますから。はい。ということで。はい。今日はこんな感じ こんな感じで。来週からは私と大村慎吾さんが栃木遠征に行きますので、はい、通常放送ではなく多分、栃木スペシャルで何が行われるか私たちも分かりませんので、9月からもたまりらをぜひ楽しみに見ていただきまして、はい、はい、どんなことになっているか確認していただければと思います。はい、ということで、長い時間皆さんお付き合いどうもありがとうございました。お付き合いしていただいたのは、間違えた。お相手は、いつものように私、宇津雄一と大村慎吾でした。それでは皆さん、また来週。さよなら。長い。長い。46分やってますから。あーねー、皆さんもでも本当にありがとうございました。こんなね、夕方3時半から。この配信自体はもう今、もう間もなく1時間になろうとします。だってね、もうたまなんて毎日1時間半やってたんですから。もう余裕ですよ。余裕ですね。全然もう疲労感の日の字もないですから。皆さんすごいですね。本当にいろいろ書いていただいてね。書いていただいてね。せっかくですから、ちょっと見させていただいて。ね、あの、大村慎吾さんの、だからこの、ね、握手会、サイン会。握手会、サイン会。ハイタッチ会。チェキ会。チェキ会って何？もう地下アイドルですよ、これね。チェキ。あ、ってすぐ出る。
写真ですね。はいはいはい、お、うちさんも漫画上手。いや、あれはまあボイトレ君ですよね。ボイトレ君、はいはい。ここだけの話ってこともないですけど、私昨日ね、おとといか、うつゆういち、あ、違う、プロボイストレーナー YouTube チャンネルを私初めて作りましてですね、そこから皆さんに対して、いつもボイストレーニングでやってるレッスンの音声をちょこっと、はい、皆さんに公開していこうということで、まあ、一応ボイストレーナー枠ですね、あれは、うん、の、YouTube を始めましたので、うん、皆さんもしよろしければ、どうやって検索するんでしょう、ボイストレー、プロボイストレーナーで確か。出てくるんですかと思いますね。プロボイストレーナープロボイ先生って、ね、よく言われてたんですね、私。プロボイ先生、はい、プロボイストレーナー。検索したら出ますかね。プロボイストレーナーでどうでしょう。でもね、ありがたいことにもう何人か登録をしてくれてましたよ。プロボイストレーナーいっぱいいるな。いっぱいいますね。全然出てこないですよ、これ。え、プロボイストレーナー、あ、出た、出た。チャンネル登録、28人ですよ、今。すごいやん。昨日、一昨日、昨日か、公開してね。レッスンおこぼれ話ね。レッスン第、声の太さについて第1回。そう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 。あ、今、小倉慎吾さんが。チャンネル登録しました。いただきました。ありがとうございます。はい、29人目でございますね、これきっと。ね。はい。いや、よかった。いや、そうそう、これをちょっと始めましたので、まあ、どういうふうにこれからやっていくか分かんないですけど、ええ、このレッスンおこぼれ話と、あと私が気まぐれライブ。はい。うん。をやっていこうかな。気まぐれライブ。はい。お、皆さんもしよろしければね、ちょっとこう気にしてみて、もう信号チャンネルには投稿及ばないですけども。いやいやいや、ね、だって今のでも300何回も再生されてますよ。そうそう、今のところいくつ ?336。あ、さっきからもう10、20ぐらい。すごいじゃないですか。ね、小田さんが今なんかコメント、よく見てますね、いつも。スマホカバーがやらしい紫だね。これ見てやらしいってなります？何でも何でもやらしいんですよ、もう。そうです。なんかみんながあまりにも打つが変態だ、変態だって言うから、本当に変態なのかなと思ってきました、ね。そう、本当に変態なんですよ。本当は違いますよね。本当に変態なんですよ。これね、いや、なんで、もう本当どうでもいい話だけど、なんで変えたかというと、ここがね、じゃあ、ここ。ここがね、色が欠けちゃってるじゃないですか。はいはい。僕前のやつもうちょっと青だったんですけど、ここがね、ガビガビに欠けまして、色が。なんでそんなところ欠けるのって思うじゃないですか。それでこれ買ったばっかなんです。うん、これもう今こう、欠けてますよね。ほ、う、で、ん、俺ね、電車の中で愕然として、うん、え、なんだろうと思ったらですね、うん、ちょっと立ち上がっていいですか。うん、私、ここにこう、ポケットに入れてるの？ポケットに入れるんです、はいはい、でこう入れてるわけですね。これでね、分かったんです、ギターを抱えたときに、はいはい、ギターの内側でここまでこすってるんですよ。なんでそこに入れんの？知りません。知りだけで知りませんって言った今。ひっくりしました。ひっくりしました。こう入れたことないわ、僕。そのお尻に。落としそうやん、これ。まあでもここに入れといてトイレ行って落とす人はね、結構多いですけど。いや、これ落とすなぁ。お財布もここ入れるの嫌やもん。財布どこ入れてるんですか？言わない方がいいですか？カバン。カバン。カバン。まあカバンですよね。うん。運動靴でも大丈夫。ゴルフ。ゴルフね。はい、運動靴でも大丈夫。話がどんどん飛んでいます、はい。いや、そうなんです。だからこれね、うん、それで買ったんですけど、結局ここかすれちゃってるからな。なるほど。うん、どうしようかなって思ってるんですけど、この色のペンあったら皆さんください。ほんまやね。紫でね。うん、この、ペンこの色で塗ってやろうかと思うんですけど、今ちょっとセキュリーが探してくれてますけど、いや、でも本当にさっきの漫画家さんの話はすごいですね。うん。そうでしょう。すごい。ほら、ありますよ、漫画家デビュー。漫画家デビュー？原作デビューか。原作デビュー。だって話はもう本当にいっぱいあるわけですから、そうです、そうです。それこそその瀬戸内ってその声が聞こえてきたところから始まったら、そうです、そこから始めてね。もうあれですよ、ゴルゴ13を任すぐらいの関数いけますでしょ。それは無理やわ。いや、だってもう言うだけですから、あと書いてくれるし。こち亀を抜きましょうよ、そうなったら。それすごいよ。すごい。すごいよ。でも意外とないんじゃないですか、そのパワースポット旅行会社が出す漫画って。うんうん、やっぱ言ってみるもんですね。やっぱそういうどん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 シンクロしていくんですよ。だからもうどいろんなね、
パワースポットとか神社のこともね、ま、曲がりしたろうかな思って。したろうかなっていうか、その人が書いてくれるんですよね。そうです、そうです。いや、それでも本当面白いかも。だって他にないわけですから、うん、いい、ね。だからアニメとかにどんどんなっていくかもしれないです、ね。なっていくかもしれないです。大村さん自体がアニメのキャラクターになって、なんかこうね、競争みたいにこう、神々しいところで。まあ、それはもっとちょっと違う、ちゃんとキャラがね。いや、いいんじゃないですか。やよとか。いや全然関係ない。大村慎吾さんのパワースポットの話の中にやよちゃんは、今のところ関係ないですね。今のところね。いや、このだって漫画にしやすいフォルムないですよ。そう、フォルム。いや、だって見た目の特徴がすごいあるじゃないですか。グッズ売れますよ、グッズが。あ、なるほど。登録しなくちゃどういうこと？あ、登録しなくちゃ。だから私のあれじゃないですか。あれやね。あの、うん、YouTube ですよね。はい、そういう。認めると楽になるってどういうこと？変態ってことでしょ？ああ、なるほどね。で、変態認定と。サハラさん。勝手に認定するんですか？おめでとうございます。認定されておめでとうございますよ。いや、もうでも。アニメ化したらこれやりたい。あ、なんか、あの、何？ババアみたいな。どうですか、湯婆婆みたいな。湯婆婆ね。湯婆婆みたいな。湯婆婆怖いですね、顔。いや、そしたらこの主題、アニメの主題歌を俺らで作りましょう。お、じゃあ作りましょう。ああ、その今の鬼滅の刃でいうグレンゲ的な。あ、それでブレイク可能性あるよ。ありますね。だってあの、鬼滅の刃歌ってるあの女の人。誰ですか、それ。誰ですか。なんとかさん言う人。あれって、2文字でいいんですよ、2文字で。何、誰さん？想像してください、2文字。絶対当たります、考えたら。え？愛さん。それストーリー歌っちゃいますか、それ、愛さん。何やろ？愛じゃん、もっともっと50音、後ろの方。後ろの方、はい、もっとすごい後ろの方。ワニじゃないです。で、100日後に死ぬワニです。もっと女の子っぽいので、水。水じゃないです、もっと後ろです。ズー。ズズーじゃないです。ラリ。ああ、近い。誰近い？もう片っぽ合ってますよ。ラ。アーティスト名ラ、そうだね。リから始まる。リ。二文字の女の子。リリー。リリーじゃないです。リカ。うわあった、もう近い。リコ。リコじゃリキ。竹内。リス。チョコ。じゃあ、歌っていただきます。鬼滅の刃。リス。リス。かわいいけど。うん、リノ。リサ。リサ。リサさん。へぇー。で、リサさんみたいに。あれはだから、鬼滅の刃とリサさん、どっちかというと、リサさんの曲から鬼滅の刃、ボン。まあ、どっちもか。やっぱり、鬼滅の刃じゃないですか。私ね、漫画を3巻まで読んだんですけど、ちょっと入っていけないんですよね。のめり込まない。そう？へぇー。どうしてですか？いや、ちょっとこれはでもファンの方もいっぱいいるから、私の勝手な意見でね、それ批判はしちゃいけないと思いますけど、とりあえずやめました、3巻で。で、小野さん、その鬼滅の刃詳しいみたいな言い方してますけど。詳しくないですけど、だけど、その、ね、一番最初はどっちかって言ったら、ちょっと怖いんじゃないですか。怖いですね。気持ち悪いというか、うん、その、それ乗り越えたら面白くなるんちゃうのかな。それどの立場で言ってるんですか、小野さん、それ。僕も最初しか見てないですよ。読んでないんだけど、僕は、ちょっと今後ちょっと読もうかなというふうに思ってます。あ、3巻までならありますよ、うちに。ありますか？はい。あげますよ。ええ、あげますっていうぐらい嫌なんですか？うん、もうちょっとね、入れなかったですね。ああ、そうなんですか。残念ながら。ワンピースも俺途中でもう降りちゃうんですよね、船を。あ、船降りちゃったんですか？降りちゃうんですね。じゃあ何が最後まで行けたんですか？ドラゴンボールでしょ、やっぱり。ドラゴンボールは最後まで行けるの？まあちょっと魔人ブーからはちょっと私もだいぶ大人になりましたから、成人鬱としては魔人ブーはちょっとね、もうなんかすごい遠い話になっちゃいましたけど、リサさんをアップにして見てますけど、初めて見ました、リサさん。初めて見ました。可愛い風ですよね。33歳。いやけども、これ奥井さんが言ってましたわ。奥井さんね。はいはい。リサちゃんは、もともともう自分でも結構人集めれるぐらいの、人やけど、鬼滅が来て、もうそれがもう相乗効果で凄なったって。そうですよね。奥井正美さんはもう小村慎吾さんもバブ立ちですから。はい、そうそう。もうその鬼滅の刃の前からもだいぶね、お客さん確かに入ってましたけど。リス。グレンゲを歌うリスってちょっと。リスね。ええー。いいじゃないですか。いいですよね。かわいいですよね。ね、かわいいですよね。
で、リスの被り物とかして歌ったら売れんじゃないですか、そのアニメの主題歌を、もう歌ってる人リスにして。そうなの？それは多分違う人がやる役ちゃう。いや、それを大村さんが顔出してやるかもしれないじゃないですか。そしたらさ、もうなんか、監督がつば九郎を被ってるみたいなもんや、ね。そうです。いや、だけど、ほら、寿司三昧のその、寿司三昧って社長さんだったり。いや、それは被ってへんやん。寿司三昧は寿司三昧の社長は寿司三昧ですよ。寿司三昧ですよ。でもそれが、なんか、カツオかなんか被ってたらおかしになるやん、やっぱり。さかなクンみたいに。さかなクンみたいに。だけど、ゾゾタウン、元ゾゾタウンの社長も前澤さんって、うん、やっぱこう、そのまま出てきてるじゃないですか。うん、でも、ああいう人がどんどん出てきてるから、やっぱり、クラブワールドの社長としては。リスを被って。なんでそこでリス被るの？なんとでも語呂合わせできるじゃないですか。もう大村さんぐらいになると。語呂合わせ？うん。そう、クラブワールドとリスをうまく組み合わせて、なんかこう、うん、グッズも売れるかもしれないですよ。そしたら。町田リス園とコラボしました。あんたそんなの。ありますよ、町田リス園。結構有名ですよ。そこの曲とか作ってあげたらいいよ。町田リス園。うん、だけどやっぱもう町田リス園の方が だいぶやっぱり歴史がありますから、ええ、だからまずはこの大村慎吾さんのまだタイトルわかんないですけど、このアニメを、ええ、アニメとか漫画をアニメ化に持ってって、そこがすごいよ。それが漫画をアニメ化になるっていうところがもう、そういうのがクラウドファンディングみたいな、今の最近のやり方としたらクラウドファンディングでなりますか、アニメに。やりたいんですって言って、それにこう賛同してくれる人がいれば成り立つものですから、うん、あれ人数じゃないですかね。バンと出してくれる人がいれば。出資者がいるってことですね。そうです、そうです。そういうパワースポット好きな方とか、漫画でお伝えしたいって大村さんの熱意が伝われば、うん、やるのは自由ですから。もし出資者の方いましたらね。主題歌は私と大村さんが作って、リスが歌います。リスが歌う。歌います。はい。ということで。どっかに来る。ということで、皆さんね、はい、本当に、今日は長い時間、私が。まだいる。はい。まだいるって、私のスケジュールをね、大村さんが管理するんですからね。いますけど、まだ。まだいますから。ありがとうございます。そうそう、だから本当に、私は皆さんのチャットでね、こうやってリアルタイムにやるの、久しぶりに。ちょっとやってしまってテンション上がってしまいましたけど、いいですね、毎晩こうやって大村さん10時からこうみんなと、ね、これたまり屋っていうタイトルでやってるので、これもう間もなく消しちゃうんですよ。あ、そうですね、ええ、だから土曜日のシンゴチャンネルやから、これ土曜日の、ええ、だ一旦これ終わりましょうか。終わって、あ、そうです、ね、別タイトルでもう一回仕切り直して、でも仕切り直して皆さんを楽しめさせるトークができるかという保証は一切、保証は一切ないですけど、ええ、まあね、それでということで、じゃあ一旦これは終えて5分ぐらいでまた新しいの始めますから皆さん。来ますか皆さん、ね、本当にちょっと待っていてください。そう、うまいこと、はい、金子さんこんにちは、ええ、いや金子さんに俺聞きたいことあったよね。あ、そしたらじゃあ新しく次のやつで聞きましょうか。じゃあ一旦これで切ります。皆さん来てくれますか。いや、みんな来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。来てくれます。さよなら。本当にありがとうございます。